ずっぽし村、今日も雪ですね。こんにちは。1月9日午後1時で起動してます。まあ、前回はね、1月3日ぐらいでやっていたと思うので、まあ多少進んではいるんだけど、鎌倉イベント期間中ですから、まあそれをやっていくねことになるんだけど、エクセルが来たね。鎌倉イベントだけだとさ、絵面変わんないし飽きるじゃん。俺も飽きるし、見てる人もあれだろうなと思って、できれば鎌倉イベントとまた別のイベントをこう絡めながらね、進めていけるといいなと思って。でちょうどですね、1月2月ってランダムで発生するイベントというか、期間がランダムのイベントがあって、1月2月のどこかの1週間で発生する村長イベントっていうのがあるんですね。じゃあそれまで進めようと思って、こう1日ずらしでやってたんだけど、疲れてまだそのイベント後の発生は確認できてないんですけど、一旦1月9日で始めちゃいました。エクセルよく来たね。調子はどう？上機嫌だな。うん、その前にお前にお願いがあるんだ。サラちゃんと、サラと喧嘩しちゃったんだ。多分オイラがトレーニングのことばかり考えていたから、お使いイベントか、サラのこと傷つけちゃったあんま呼び捨てにすんなよ。だからあいつにお詫びにこいつを渡したいんだ。まあ届けてあげるか、たまにはね。信じてるぜ稲ババア。ああ、そういえば服なんか買ったんすよね。これ初めてじゃない謎の服でしょ。この日付飛ばし作業中にたぬきちんちで見つけて買ってたんですけど、これね、勇ましい服ですね何が勇ましいのかちょっとよくわからなかったけど、甲冑ってことなんかな。なかなかの色使いだよねちょっと今日は勇ましい感じでやろうかなと思ってるんですけどね。でまあ鎌倉イベントはどっかで発生してるはずなんだけど、ああ先にサラちゃんに届けるか。お、雪玉がある。サラちゃんいる？あ、話中でしたか桜島ちゃんっていつもその服着てない？みんなその服なんだよな今、フェザーさん以外。うるせえな、お気に入りなんだからほっといてくれってんだよな。これもあったよね前ね、多分同意してはいるよね。そんなことないって見たことあるかな。そろそろ着替えたら俺が送っといてなんだけど、今度私が桜島ちゃんの服選んであげる。ああいいっすね、桜島みんなになんか新しい服送ってあげるか。難しいから俺の母ちゃんみてえな。あーこれやってたな、やめてくれよデゴワス。うん、なんかいいっすね、楽しそうね。XL からなんかお届け物です、わざわざありがとう。 XL ちゃんたらどういう風の吹き回しかしら。あー家具か、なんだろうね、だるまストーブが出てきた、不評っぽい。エクセルちゃんたら嫌がらせとしか思え、いや季節的にはいいと思うんですけどね。もしそうでなかったらよっぽど私と相性が悪いのね。ダルマストーブはダメか。このままオタクを手ぶらで返すわけにもいかないし。ああ、便箋安いな。オレンジな便箋をあげる。ありがとう。まあエクセルには完了報告しときますけど。あれですね、一応1月9日ちょっとしたイベントがあって、それをまずやろうかなと思ってて、何のイベントかというとですね、これですね久しぶりだよね、やつがまた村に来ているということなので、久しぶりにやろうかなと思って。もうね、勝負付けは済んだかなっていう感じはしますけどね。ただ最近なまってるからな最近そんな連打するってなかったからな。いけるかな、一発勝負いってみますか。ここか、
2丁目2番地俺ん家の隣だね。あーちょっとあれだな、看板がなんだっけこれ、ハロウィンか、ハロウィンでやったんだっけね。ちょっともう少しなんか盛り上げたいね、周りでね。うん、なかなかいいじゃん。盛り上げ役たちが揃いましたね。なんでズラ、ちょっと君どうやったらこんな形になるズラ。なんかちょっと左に偏ってない。頭のバランスはね、意図してのものなんですけど。オラでなくともこれには納得いかないズラ。あ、もう降ってくる場所を間違えたズラ。ごめんね。でも正面から見ると、いやでもなんかちょっと左に寄ってる感じするよな。このままオラは雪だるまからただの雪へと戻っていくズラね。ごめんって。その前にどうにかして一花咲かせられないものだすかね。俺が頑張るよ、横でめっちゃ連打するわ。これでいきましょう。ミーゴファッション界のパイオニア、グレース。グレースブランドの服とか多分全然コンプリートできてないんですけどね。でもダブるんだよな。あら、あなたよく見るとビンビンのいい男。こんななんか褒められるんでしたっけ。褒められてるのかどうかちょっとあれだけど。着ているのも飽きのこない定番ものなのこれ。そつなくまとまっているって。でも欲を言えばどこかにワンポイント自分を主張する演出が欲しいわね。これ以上ですか。ここに超素敵な車が止まっている。うん、磨くやつね。これ失敗するとあれだよね、もう挑戦できないんですよね。あ、もう拒否もできないんだっけ。一回セーブした方がいいかなと思ったんだけど、ダメそうだな。そうか、行くしかないか。あれどういう持ち方だっけ。俺 腹にコントローラーをこう押さえる感じだよね。確かね。いけるかな。とにかく右手を思いっきり早く動かしたらいい。うん、 AB ですよね、両方だよな。行こうよ。フーバラーゴーチャックー、なんでやったやったべ。え、あ、いてぇ。左手の親指から血が出てる。右手で擦ってたんですけど、その擦ってた右手が当たって左手の親指から血が出てますね、今。そこまで。ピカピカになった。おい、やればできんな俺。絶対無理だと思ってたわ。随分頑張ったわね。じゃあ約束通り。やったー、普通に嬉しいな。やっぱね、基礎体力がね、向上してるんですよね。このね、5年間でね。修行してきたからね。それはミーが直々にデザインしたの。じゃあ、今日はこれ着るか。あなたに着こなすことができるかしら。やったー。え、一発クリア初めてですよね。よかったー。ちょっと一呼吸置いていいですか。はい、大丈夫です。じゃあ見てみますか。今回手に入れたグレースブランドの服は、昼の服って何。昼の服って何。あの昼血を吸うやつ、あの陰獣。ハンターハンターの陰獣の一人としておなじみのあの昼かい。あー、これ昼昼なの？待って。すごい。画像検索して。ちょっと後悔してしまいましたが。ヒルだね、多分。こういう感じのヒルいますね。これ名前が悪いよな。この見た目だけだったら、あ、まあちょっとオシャレかなってなりますけどね。名前が悪いよ。あなたにもう、要は、さっきなんか割と友好的だったのに、急になんか、こういう態度になるんだよな。あ、ここにある？あるよね。ちょっとわかりにくいけどね。今日の鎌倉の設置場所は、
ペシミチンちだね。ペシミチがいない？あー、このパターンはあれじゃないか？ペシミチが入ってるパターンがあるかもしれない。入れない。どっから入ればいいのこれ。あ、こっからいけるわ。誰だ？お、あー、ももちだ。ももち、まあ、比較的近いっちゃ近いか。お家はね、オイラ系は初めてだよね。モス、今日はももちが鎌倉作ったんだね。あったけえなー。今はオイラの鎌倉はよ。そうだな、一緒にシチュー食べるかい。雪でできてんのにこんなにあったかいのは、きっとオイラの熱気がこもるからだな。溶けちゃうかもね。そうだ、稲葉ばあ、せっかく遊びに来てくれたんだ。オイラとゲームしないか？何ゲー？オイラがお前の、あー、ゴングね。ゴングを買い取るから、その金額をゲームで決めるってのはどう？ゴングね、常吉が来てたんで、持ってないわけだったんで、買ったんですけど、まあ別に見せなくていいか、みんなには。やるやる。よし、それじゃあ勝負の説明をするぞ。ここに値段の書かれてるカードが3枚ある。あー。これ、いいんじゃない？とりあえずお前はその中からカードを1枚だけ選ぶんだ。めっちゃ高いやつ、中くらい、少額っていう感じじゃない？ただはないし、その時のオイラの表情で値段を予想してくれ。ははは、何それ。もし気に入らなかったらもう一回だけ引くチャンスをやるよ。え、そうなの？それじゃあ早速選んでみてくれ、稲葉は。表情で選べんのか。ちょっと真ん中行ってみる。真ん中は、ま、こんなもんか。あー、これ中ぐらいってことかな。で、もう一回やってみよう。わかったわかった。一回だけだからな。カードを切って、と。そうか。もともと真ん中にいたやつがなくなるわけじゃないんだもんね。よし、いいぞ。どれがいいんだ？選んでくれ。右。右は、お、なんだと？おー、どっち？なんて額だ。安い。安いよ。はい、130ベル。ハズレを引いてしまったか。ここに来て痛いカードを引いちまったな。そうだね。あ、面白いな。いろんなパターン見たいね。家具系を持ってた方がいいんだろうな。ちょっと持ってこよう。最初のでどういう表情を見せてくれるかが知りたいよね。右は、ああ、こんなもんかか。でもう一回で変えますよ。左にしよう。左は、あ、それ見たよ、さっき。おお、あ、同じなの。同じなんだ、そこのリアクションは。3280ベルはすごいね。俺らにとっては痛い出費だよ。お前って意外とギャンブラーなんだな。うん、でもこれ、ほんと良心的ですよね。ムーノに比べてね。お、一発目の反応がようやく変わったのはもう、多分、5、6回チャレンジしてるんですけど。あー、これぐらいならオイラでも払えるなって言ってる。これで行ってみるか。なんかね、意外にポーカーフェイスなんじゃないかな。素直に表情に表さない気がするんだよね。それで OK って言ってみるか。よーし、いい覚悟だ。それじゃあ、あ、安かった。安かったなってことは、あ、やばいみたいなリアクションもあんのかな、一発目で。いや、オイラヒヤヒヤしたぞ。むむむむむ。ま、こんなもんかって言ってるときに、それで OK って言うと、意外に高かったりするんじゃない？あれ？もういいのか。それじゃあ。あー、でもこれ中ぐらいなのかな？十分だけどな。2490ベル。思いのほか高かったな。えへへ。ポーカーフェイス決めてたでしょ。今のオイラには痛い出費。これ儲かるな。これいっぱいやってると儲かる気がする。どうだ、稲葉は。この鎌倉でかいだろう。お前をびっくりさせたくて一人でこっそり作ったんだ。偉いね。だから少しだけ休ませて。おっと、俺らは寝てる間にシチューを食べようったってそうはいかねえぞ。なんかみんなくれないよね、俺に。そんなにあるのにな、うん、シチュー一緒に食べようや。
これが2つ目のミニゲームだろうな。そうだ稲葉ば、せっかく遊びに来たんだし、オイラと勝負しないか。これは物がもらえるやつでしょ。やりましょう。よし稲葉ば、立派なスポーツマンシップだ。それじゃあこれからオイラがお前と剣道してるとこを想像する。あー、またその手のやつか。オイラがどの技で勝ちを決めて、あ、結局勝つのはモーチなんだね。当ててみてくれ。面とか銅とか固定ってこと。3回連続で当たったらか。この勝負はお前の勝ち。なんかタダでやる。負けるとどうなる。1回でも間違えたらその時点でお前の負け。あー、くれるはくれるんだね。オイラのハープを買い取ってもらう。ハープはいい格だな。それじゃあ行くぞ。だ、何をくれるかを提示した後で選択肢が、やるかやらないかの選択肢は来ないから、値系の方が優しいかな。ドリャー。あ、二択？二択なんだ。ドリャーって面には来ないよね。いや、わかんないけど、固定じゃない。お、当たった？当たったの？どっち？そうだ、あ、そうですか。その技だ。お前なんかへっぴり腰だったぞ。で、それじゃあもう一回。そりゃーは、面。かな。何？惜しいんだ。その技、オイラの必殺技で使うまでもなかったんだ。そっか。残念だけど不正解。わ、むずいな。可愛いけどむずいな。オイラのハンプを買い取ってもらうぞ。全容はつかめたけどな。ミニゲームの。あー、一回正解だと、1000ベル台って感じですかね。二回正解だと、300ベルとか、それぐらいにはなりそうだな。ドリャーは固定よ。お？あ、そうなんだ。そうか。まあ、ランダムでしょうけどね、ここはね。二回目、ソリャーでしょ？じゃあ、面じゃなくて銅なんじゃないか。お、いったか。なに？そうだ、その技だ。今回お前なかなか手強かったぞ。あ、俺が当てられた時はなんかちゃんと防御できてんのかな。技は決まらなかったってこと。よし、それじゃあ次でラスト。最後面かな。面って言ってる。あ、三択になった。え、三択になったけど。いやー、面って言いながら、でも、モーチだよ。モーチはメーンって言いながらメーン打つ人でしょ。お、どうだ、どうだ、どうだ。やったー！よくわかったな、稲葉は。初めてじゃない？この手のミニゲームで最後まで行ったの。マスク、お前がここまで当てられるとは思ってなかったぞ。俺も信じてたよ、モーチのこと。モーチはメーンって言いながらメーンを打つってね。まあ、シックなベッドはね、この鎌倉イベント限定家具ではないでしょうけどね。ただでシックなベッドあげるよ、えへへ。ありがとう。ナイスファイト。ナイスメン。あー、嬉しいな。嬉しいけど、ここで家具稼ごうって思ったら、まあ、値系来るまで待った方が早いかなという感じはしますね。俺系よりはだいぶマシだけど。怖いね。まあ、鎌倉イベント楽しいよね。オイラ系良かったですね。ミニゲームの質的には値系がいいんでしょうけど。可愛さではオイラ系だな。ちょっと出にくいな。どうやって入ったんだっけ、これ。こうか。まあ、とりあえずこのパートはここまでにしようかな。次回、できればその村長イベントまでね、なんとか行きたいっすけどね。どうかな。うまく遭遇できるといいんですけど。